柴犬が新たにコミュニティに利益をもたらすメカニズムを導入。最新仕込み利確ポイントを LINE メンバー限定で共有しております。相場を知らずに仕込んでしまうと高値掴みをしてしまい、本来得られる利益を逃してしまう可能性が非常に高いです。利益をしっかりと獲得していきたいというあなたは、まずは概要欄の僕の LINE を追加し、キーワードメカとだけ送信してみてください。こんばんは、マイケル健三です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。何かとお題が尽きない柴犬コインのですね、開発チームからですね、新たにメカニズムを導入したことがですね、判明いたしました。柴犬に期待をして保有をしている方も多くいらっしゃると思いますので、今回の動画ではですね、柴犬の最新情報についてお話ししていきますので、こちらの動画をですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。早速本編に入っていこうと思うんですが、本編に入る前にですね、今年2023年最後にですね、僕が注目している銘柄がですね、 dchat になってきております。この dchat はですね、チャットトゥアーンというところになってきまして、チャットをして仮想通貨稼ぐというですね、新しいプロジェクトになってきています。実はですね、この dchat は現在プレセールが開催されているんですよね。先日行われましたラウンド2ではですね、即完売しまして、かなりですね、人気がある銘柄であるというところをですね、言えてくるんではないかなと思います。でもまだですね、実はこの dchat を購入できるチャンスというところがですね、1回だけあります。それはですね、11日から開催されてきますラウンド2になってくるんですが、ラウンド2に関しましてはですね、12月の11日19時からですね、12月の26日19時までとなっておりまして、今回対応チェーンは ERC20 とバイナンススマートチェーンになっておりまして、ガス代に関しましてはですね、イーサリアムであれば約 0.02 イーサ、日本円計算5000円前後、0.1BNB、日本円計算約3000円前後をですね、余裕を持ってですね、ご準備いただければですね、当日スムーズに獲得できると思います。最低購入金額はですね、500USDT、日本円換算しますと7万5000円になっておりまして、購入上限はですね、ありません。詳細に販売枠というところでですね、ここがラウンド1との大きな差にはなってくるんですが、ラウンド2ではですね、販売枠自体は200万 USDT、約3億円ですね。トークン価格はですね、ラウンド1の時よりちょっとだけ上がりまして、0.5 ドル。日本円換算していきますと、約72円になってきます。ラウンド1に参加できなかった多くの方がここでですね、しっかりとご参加いただける流れになってくると思います。トークンのロックというところでですね、解説をしていこうと思うんですが、ラウンド2ではですね、初回ロック解除が 10% というところで、10% が最初に解放されてきまして、2回目以降ですね、12ヶ月かけて1ヶ月ごとにですね、7.5% ずつ配布をしてきます。ただですね、この 10% を2倍にする方法が一つだけありまして、それがですね、僕がお渡しをしている KOL 特典付きリンクからですね、ご参加をいただければですね、プラス 3% のトークン付与ボーナスがついてくるのと、プラスでですね、3000ドル以上獲得で初回ロック解除率2倍となってきますので、ラウンド2ではですね、初回ロック解除率が 10% なんですが、僕がお渡ししたリンクからご参加いただければですね、初回ロック解除率が 20% となってきまして、ちょっと100倍に行った時の収益シミュレーションを見ていこうと思うんですが、初回ロック解除がですね、2倍になる特典付きのですね、3000ドル以上で獲得していただいた場合ですね、通常リンクの場合ですと307万9800円のところに対しましてですね、僕がお渡ししたリンクからご参加いただければですね、なんと633万6600円というですね、約2倍以上のですね、利益を見込むことができますので、ぜひですね、ラウンド2にご参加いただく際は、僕が渡しをしているリンクからですね、必ずご参加をいただけるようにお願いいたします。またこちらのリンクに関しましてはですね、概要欄の僕の LINE にマニュアル希望とだけキーワードを送ってきていただければですね、すぐ僕の方で豪華特典付きリンクの方をお渡ししますので、キーワードマニュアル希望とだけ僕の LINE に送信してみてください。はい、それでは本編に入っていきたいと思います。柴犬、新時代のシバリウム版を導入という見出しでですね、書かれておりまして、詳しく見ていくんですが、柴犬はついにですね、トークンの価格を引き上げまして、既存の投資家に価値をもたらすように設計された書き込みメカニズムを展開しました。プロジェクトの開発チームはですね、レイヤー2ネットワークでもありますシバリウムに関連したですね、新たな情報について発表しており、他のですね、レイヤー2ネットワークと同様にですね、シバリウムを使用することでですね、ユーザーは価値を転送し、分散型アプリケーションと対話ができるようになってくるそうです。ただしですね、シバリウムのロードマップにはネットワーク上のトランザクションの速度がですね、シバトークンのバーンに影響を与えることを許可する条項が含まれているんですよね。簡単に言うとですね、シバリウムでのトランザクションが増えるほどですね、シバのバーン量も増加してきまして、その逆も同様でですね、ネットワークは基本料金の 70% をですね、シバの書き込みに割り当てまして、残りの 30% を継続的なメンテナンスに充てられるというところになるんですよね。
ロードマップによればですね、料金はネットワークのネイティブガス料金トークンでもありますシバスワップに収集されてきまして、ドル換算でですね25,000ドルの値に達していきますと、バーのためにですねシバに変換される仕組みになっているそうです。シバ犬チームがですね新しいメカニズムについてコメントをしておりまして、シバ犬チームはこれから流通から戦略的にトークンを排除する変革的な動きであるとラベル付けをしております。またですねトークンの価値を高め、シバリウムエコシステムに利益をもたらす可能性もあるというふうにですねお話をしております。すでにですねチームが82億シバ約76,000ドル相当をですねバーンさせているんですよね。これからですねどんどんさらに加速をしてバーンさせですね1枚あたりの価格の価値というものをですね上昇させるですね仕組みになっているというところになってきております。さらに柴犬はですね10セントの価格に達する可能性があるかもしれない説というところがあるようで、10セントというとですね日本円で約14円ぐらいになってくるんですが、現在の柴犬の価格がですね 0.0014円になってきますので、約1万倍上昇する可能性があるというふうにですね専門家の方がお話をしているというふうにですね解釈することができますよね。1万倍というとですねたった1万円であればですね1億円に達しまして、すぐに送り人になれちゃうという簡単なイメージになってくるんですが、これはあくまでもですね仮想通貨予測プラットフォームのテレガオンが出している予測にはなってきているので、鵜呑みにしないでですね最終判断はあなた自身で決めていただきたいんですが、もし本当にですね今の価格帯から1万倍上昇する可能性があるのであればですね、ただ1万円からでもですね送り人になれてしまいますので、上昇する前にですね仕込んでおいてもかなり面白いんじゃないかなと思っております。そして最新仕込みポイント、利確ポイントをですね LINE メンバー限定で共有しております。やっぱりですね相場を知らずにですね仕込んでしまいますと、高値掴みをしてしまい本来得られる利益を逃してしまう可能性がですね非常に高いです。利益を1円でも多く獲得していきたいというあなたはですね、まずは概要欄の僕の LINE を追加し、キーワードメカとだけ送ってみてください。はい、本日はですね柴犬の最新情報をお伝えしていきました。やっぱりですね柴犬と言いますものはですね草コインながらもかなり注目されている銘柄ではありますので、バブル期が来る前にですね仕込んでみてもかなり面白いんじゃないかなと思っております。そのバブル期前にですね仕込むとですねかなり利益を狙えるんじゃないかというところでですね、現在トレンドでもありますですね SNS 銘柄の D チャットのプレセールがですね12月11日19時からですね第2弾が始まってきております。こちらかなりですね特典が豪華になっておりまして、僕が渡しをしているリンクからですね購入いただければですねプラス 3% 分のトークンが無料配布されてきたりだとか、3000ドル以上獲得していただければですねなんと初回ロック解除率2倍になってきまして、初回でなんと 20% 分のトークンをですね動かすことができますので、圧倒的にですね有利な環境で利益を残していくことがですね見込めてきますので、ぜひ参加される際はですね概要欄の僕にキーワードマニュアル希望とだけ送ってですね、しっかりとですね特典付きリンクから必ずご参加いただけるようにお願いいたします。なおですね事前準備方法だったりとか購入方法に関しましてはですねこちらの動画で詳しく解説をしておりますので、必ずご確認をいただければと思います。また何か質問がありましたらですね概要欄の僕の LINE にですねキーワード不安とだけ送ってくれればですねすぐ対応させていただきますので、遠慮なくメッセージの方を送るようにしてみてください。また日々ですね僕のチャンネルでは有益情報だけを厳選して配信していきますので、今のうちにチャンネル登録の方を忘れずにですねよろしくお願いいたします。本日の動画はですね以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。